松井市長です。カジノでなんと1240億円もの市民の負担がカジノ開発で増えるということ、皆さんご存知ですか？それに加えて、先日、土壌汚染の回復費などで、プラス800億円が追加負担になったと。これ、全部で2000億円を超える市民の負担。単純割りしても、大阪市民1人当たり7万円もの負担が、当時0円、大阪市民の負担は0円と言ってたのに、一人7万円も負担が増えてる。これ東京のオリンピックとそっくりじゃないですか。このままカジノ開発をやられて、一方で身を切る改革で大阪の市民サービスが減らされる。これが続いたら、大阪市民は疲弊する。この大阪はボロボロになってしまいます。ぜひこの流れを止めたい。このまま維新でいいのか。そうじゃないでしょ。正しい経済政策。先ほど代表の山本太郎が、分かりやすく画面で説明していました。今は国の金いっぱい使える。インフレーション。この国で必要な分までインフレーションの上限までお金を発行できる。発行しすぎたら税金で徴税できる。税金というのはそういうためのものです。この今の不況においてはお金をいっぱい発行する方がいいんだ。そしてみんな困ってるじゃないですか。給付金や消費税廃止、そして必要な介護や保育、非正規雇用で収入が低くて困ってる人たちの雇用を安定させるためのお金、そういうことを国がいっぱい使っていって、この大阪を、そして日本社会を豊かにしようと、私、大石あき子も、これからますます国会で、そしてこの大阪で、日本社会全体で、皆さんと共に力を合わせて戦っていきたい。豊かな社会を実現したい、そう考えています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。